見えてきたよ。おお、すごい、海、島、とうとうやってきたぜ。いや、楽しみですな。楽しむぜ。沖縄、沖縄。つのまきわためのハバーナイスデイということで、お、なんと沖縄にやってきました。わー、メソレイ、メソレイ。今回のゲストは2024年初登場のハバちゃんになります。2024年もハバナイにお世話になる白神吹雪です。よろしくお願いします。初登場ありがとうございます。こんなにまた早く呼ばれると思わなかったけども、はい、いやいや、ね、初登場ですから。初登場ね、もうなんかもう新鮮さ全然出ないけどね。いやいやいや、私白神かってみんな思ってるよ。もう何回出てんだよ白神は。そんなことないよ。そんなことないのかい。うん、戸籍あったでしょ。確かに今回あったけどもさ、あ、まあまあ、よ、ありがとうございます、連れてきていただいて。こちらこそ。はい、来ちゃいましたよ沖縄。いや沖縄でしょ。なんで今回白神沖縄に来ちゃったんですか。ふぶちゃんポケカ王になったからさ。あ、王になったから、ご褒美っていうか、あ、ご褒美、あ、つまり接待旅行ってことですか今回は。そうです。おお、沖縄初めてだけど接待します。ありがとうございます。早速ね、はい、あのステーキもごちそうになりまして本当ありがとうございます。めっちゃ美味しかったね。いや美味しかったね。なんだっけ、サムズマウイさん。そうそう、サムズマウイなんかってところに。お店がすごいハワイな感じしたね。そうだね。なんかね、ハワイアンだったね、すごい。なんかね、沖縄、ね、沖縄だと思ったらハワイに来てた感があったけど、あった、でもすごい美味しかったね。エビうまかったね。いや、エビ美味しかった。ステーキもうまかったね。ね、うまかったけどね。エビもうまかった。いや、美味しかったです。もう本当にね、もう沖縄着いて速攻でね、ステーキ直行しましたけどね。ね、もうお腹もいっぱいで。はい。ここのコテージ、どう？いや、すごいね。めっちゃ広い。だってなんかベッド4つぐらいあったけど、我々2人しかいないのにさ。ね、ね、使いたい放題やんと思ってさ。まあ2泊するからね。あ、もうそうだね、2泊だからね、うん、今回ね。違うベッドで寝ても。あ、あり。いいんじゃない？ありかもしれない。まあここがね、今回のわため、ふぶわた探検隊の拠点ですよ。あ、探検隊だったんですか我々今回。そうだよ。ふぶちゃんね、なんか探検したいみたいな。うん、あ、まあ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 、確かに。ね、砂金だっけ？砂金取り、取りに行くんですか今日。え、もし沖縄って砂金取りに来たってこと？どうでしょうね。取れるんですか今日。いろいろ計画してきたんで。あ、ほんとに今ありがとうございます。来たことある？沖縄？うん。ない。初めて。そう、初沖縄だよ。わたみはちなみにある？初めて。初めてですか。めっちゃ初めて。2人とも初めてだから。だけど、わためが今回いろいろと計画してくれたということね。そうですよ。なるほど。なんかやってみたいこととかな。沖縄来たら。え、なんだろう、沖縄で、沖縄といったらやっぱ海があるからさ。確かに。ねえ。ちょっと海はね、もう行ったみたいし、水族館とかもね、ありますからね。ね、明日からですか探検は。そうですよ。本格的に明日からです。明日からですか。今日はじゃあもう寝てしまいますか。はい、お風呂入って寝るか。寝ましょう、寝ましょう。寝るか。おすみ。早ない。お風呂入って寝ましょう。じゃあ一緒に入って寝ようか。はーい。お、え？風呂入らんか。明日から楽しみだな。ねえ、楽しみだね。なんか、また音声投稿しますか。あ、撮る？なんか撮る？いいよ。撮る？え、でも今回さ、事前に行ってたっけ、うん、え？二人でさ、ロケ行ってくるって。行ってないけどね。いいの？なんか若干バレてる感ある。まあ、確かにね。だって多分、うん、この日からなんか二人ともいないなってなるとさ、そうそう、なんかね。あれ？ふぶちゃんかな？みたいな。そう、なるよね。ね、もうネタバレしとくか。行き先はね、内緒でね。そうだね。そうだね。じゃあまた撮って寝るか、じゃあね。オッケー。投稿しましょう。じゃあ、おやすみー。おやすみー。おはよう。おはようございまーす。眠れましたか？まあまあ眠れましたかね。まあまあ、まあ、昨日お風呂入った後ずっとワンピースダウンしてたからね。ワンピースの話して一生眠れなかった。一生眠れねーっつって。
てそう。いやでもその後もう目がギンギンでほぼちゃんの方が先に寝てたよ。うん、もうスヤーって寝てた。目つむったら引っ張っちゃった、うん、ね。あ、そうだ、お外今日なんかすごいいい景色が見れると思ったんですけど、あの渡辺さん、はい、曇りっす。おかしいね、なんかねえ、すごくいい景色が見れるって聞いたんですけどね、予報だと晴れだったと思うんだけど、やっぱ渡辺さんはなんかどんて羊ってこと、やっぱり上陸したから、上陸したから羊が。でもさ、うん、海は綺麗そうだよ。海はめちゃめちゃ綺麗そう。ね、わかった。ね。そう。住んでそうな。ねえ。綺麗な感じ。空はあれだけど、海は見に行きたいですな。そうだね。ね、見に行きたいな。じゃあ行く？あ、いいんですか？今日予定に海入ってましたっけ？入ってないけど。行く？行く？行きたい、海見たい。絶対旅行ですから。じゃあちょっと海行かせてもらいましょうかな、はい。でもお腹も空いたんですけど。なんかあるかな？ありますか？海が見えてご飯が美味しいところ。ビーチ飯ありますか？どうでしょうね。どうでしょう。調べてくれよ。行ってみないと。行ってみないとわからない。わからない。じゃあもうダメだったら、私が海入って取ってきて。あ、よかった、そっちで。あ、そっち。あ、そっか。バーベキューじゃない。あ、よかった。羊かと思った。羊肉もいいかもしんないけど、魚も食べたいんで、じゃあ。そうだね。はい。じゃあ取ってくれよ。なかったら。なかったらよろしく頼む。はい。じゃあ行きますか。出発！出発！ビーチ良かったね。いや、良かったね。なんかヤドカリいっぱいいたよね。ね。ヤドカリ触れんだね。触れるよ、ヤドカリは。すごいな。ヤドカリ持ってワダメって言ったら逃げてくの、ワダメ。ちょっと怖い。そうだね、かわいいよ、ヤドカリは。挟まれそうなんだ。挟まないよ、そうそう、ヤドカリは。怖いよ。挟まないよ、まあ、綺麗な海でしたね、やはり。そうだね。ご飯も美味しかった。いや、美味しかったね。ね。素晴らしいカフェでございました。はい。で、ここはどこですか？どこでしょう？知らんがわかんないよ、なんかすごい。わかんない？うわぁ、移動してきて周りも大自然。ここはどこですか？ね、何？ガジュマルキッチャーって書いてあるよ。何？いや、今から言おうと思った。もう見つけちゃったよ、看板。もう看板見つけちゃったの。何ガジュマルンチャーって。何を隠そう。はい。ガジュマルンチャー。ガジュマルンチャー書いてるかも。糸満店さんです。はい。ガジュマルが植えられてるのかな？何見るの？かな？じゃない？何？ここ何できるんですか？なんとここでは、はい、ジャングルバギーをします。何？ジャングルバギーって何？いや、バラバラになるバギーしか知らないんだけど。そっち、道家の方な。道家の方じゃないバギー？何バギー？バギーは運転するんだ。ああ、あれ、あのバギー、運転する方のバギー。ジャングルの中で、我々はバギーを運転する。え、大丈夫？だ、免許持ってるっけ？あ、ダメ。え、ダメ、運転うまい交通ですよ。え、持ってるわけないじゃないですか。え、持ってないんかい。持ってないんかい。いや、でもね、ここは私有地なので、はは、免許がなくても運転することができます。あー、なるほどね。任しとけよ。え、怖い、ジャングルの中、わだめ突っ込んでいく未来しか。いやいやいや。大丈夫なんですか？華麗なね、うん、ドライブテクニックをお見せしますよ。いや、怖いんだけど。やったことないけど。惹かれそう、なんか、わだめに。あ、ごめん。そんなことないよ。怖いよ、怖いよ。スキンシップするだけよ。怖い、怖い。一番怖いスキンシップや、それ。ない、なくていい、そのスキンシップは。対向車もいないから。あ、ほんとに？うん。怖いよ。惹かない？怖くないよ。バギーやったことある？ない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 。初めて？初めて。ふう、初めてなんだ。そうだね。ふーん、うん、カートとかならあるけどさ。あ、ゴーカートとかね。そう、ゴーカートならあるけど、バギーはまず乗ることないよね。そうだよね。バギーってそもそもどんな乗り物なんだろう、ね、なんかでっかかった気がする。そうなの？そう、ちっちゃいイメージだった。いや、なんかでっ高くて結構どっしりしてる感じの。あ、タイヤはなんかごっつそうだよね。そう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 。でかいのかな。ねえ、ちょっと怖いから私前走ってね。なんで？後ろからドドドドされそうで怖いの。なんで？前も危ないよ。なんで前危ない？急ブレーキとか。いや、踏むな踏むな。踏むかもよ。いや、そんなスピード出すな、出さないから。踏むかもよ。いや、怖い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 。待って、渡辺先頭で。まあいいよ。いいな。じゃあお手本を見せようじゃないか。お願いします。後ろ姿見ていくので、お、俺の背中を見て育つんだな。育たせていただきます。学ばせていただきます。渡辺さん、学んでください。ガジュマル渡辺さん、ガジュマル渡辺にお任せください。はい、じゃあバギー行きますか。初めてだけど。
行ってみよう。行ってみよう。はいさい。はいさい。リアルシーザー。さあ、って言っちゃった。リアルシーザー。さくちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さくちゃん。じゃあ、ご家族名から、はい、行こうと思います。はい。大丈夫ですか。はい。お願いします。お願いします。まず、一つ目。三つだけ覚えてくださいね。進む曲がる止まるですよ。進む曲がる止まる。簡単な、はい、はい、まず進み方です。アクセル、はい、この右ハンドルの親指ら辺にあるこの黒いレバーを押すと進んでいきます。はい、今教えてみてください。おー、軽い、軽い、ね、軽い、軽いので、これやる気がある人めちゃくちゃ強くグッと押してしまって、はい、わーっとあっちの豊かな自然に消えていってしまうことがあるので、はい、優しく押してください。優しく、はい、OK、で、これ奥に押せば押すほどスピード出ちゃうので、うんうん、自分が怖くないなって思うスピードのところで親指止めてください。うん、はい、そうすると一定のスピードで走っていくので、うん、頑張ってくださいね。はい、はい、で離せば減速する、うん、のでスピード調節ここでできるように、うん、できるように頑張ってください。はい、オッケー、オッケーです。止まり方、はい、はい、ブレーキは左だけです。左だけ、左だけ、右ついてないんです。本当や、ね、左しかないのでしっかりこれ挟むだけですね。握るだけです。握るだけ。ちょっとブレーキ中堅があります。はい、これね、怖くてブレーキ握ったまま走っちゃうと、うん、うん、怖いからね、こう保険かけたまま走っちゃう人とか、うん、スピードの調節をこうアクセル押したままブレーキでスピード調節しちゃう人いるんですけど、うん、これね、ブレーキとアクセルと同時にいっぱい使っちゃうと、ね、うん、壊れちゃう、うん、全く効かなくなっちゃうんです。危ない、うん、こもり消えたい放題になっちゃうので危ない、ね、消えたい放題消え放題になっちゃうから2回分けてもらったら大丈夫です、うん、はい、そう、まずまあ怖かったら話す、はい、話してブレーキ、ブレーキしてもらえば大丈夫、はい、うん、頑張っていきましょうね。はい、頑張ります。で、最後曲がり方です。はい、はい、これしっかり腕1212曲げるだけでございます。いい感じですか。はい、今重いね、今重い、重いね。これ動き出すともうちょっと軽くなってくるので、はい、頑張ってください。はい、自転車とかバイク普段乗りますか。二輪に自転車乗ります。自転車乗りますか。はい、これね、ハンドルが二輪の自転車とかバイクに出るので、うん、でね、曲がるとき体重移動の癖出ちゃう人めっちゃいる。ああ確かに、こうやって曲がろうとして、こうやってめっちゃかっこつけて曲がろうとしてね、そんな人いる。本当にいる。本当にいる。へえ、気をつけてくださいね。かっこつける前にまず腕肘の運動してもらったら大丈夫です。はい、大丈夫そうですか。大丈夫です。操作方法以上でございます。はい、オッケー、完璧、大丈夫です。じゃあ次、エンジン車速かけていきます。エンジン、まず左ハンドル、すぐ下、黒い鍵があると思います。はは、見える？あ、これか、これか、これ、手前です。自分の方側に一回カチッて倒してください。カチッて、あ、斜めになった、斜めになったら大丈夫です。はい、オッケー。で、次、左ハンドル、赤いスイッチがあります。はい、これ、カチッと右にスライドしてください。カチッ、カチッ、はい、オッケー、オッケー。最後ですよ、ブレーキ握って、握ったまま、緑のボタンを3秒ぐらい長押し。うん、よいしょ。おー、かかった、かかった、バッチリ、完璧でございます。かかったかかった、かかったかかった、どどど言ってます。言ってます。完璧。で、これでエンジンかかった。今度エンジン切り方です。はい。もっと簡単。赤いスイッチ、左にしてみてください。おー、入れたー、入れたー、できたー。OK、これでエンジンとかけるプロ、切るプロになりました。やったー、やったー、もうプロ運転でございます。ついに始まる。頑張っていきましょうね。はい、で、ここから一列で走っていきます。はい、タクちゃん先頭、リアルシーさん、タクちゃん先頭で走っていくので、はい、タクちゃんについてきてください。はい、はい、で、今日はツアーです。お、レースではございません。はい、マリオカートでもないので、はい、カメとか投げないように、後ろから、確かに確かに、あの追い越し追い抜きもダメです。はい、はい、順番していきましょう。はい、あの車間距離もだいたいこうバギー1台分ぐらい走ってもらったら、前の人があーって急ブレーキしてもぶつかることないので、はい、お願いします。はい、はい、 OK ですか。はい、 OK、 では早速いきますか。はい、はい、じゃあエンジンかけていきましょう。はい、みんないけるか。はい、行きますよ。レンジャー、レンジャー、おーおー、ちょっと出て出て、あっ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 、曲がる、あっ曲がる、おー
きてオッケーガタガタ感わすごいわーめっちゃめっちゃジャングルガタ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 ノリノリだハッちゃんすげーふーさすがやでねはいめっちゃ大丈夫大丈夫大丈夫よしおボコボコだうおおおおおおこの後オフロードコース行きます。はい。オフロードコース。ガタガタコース。めちゃガタガタなので、はい、ふにゃふにゃで行けば大丈夫。ふにゃふにゃで。ふにゃふにゃで。大丈夫。はい。オッケー。じゃあ行きましょう。エンジンかけて。エンジンかけて。はい。レンダー。いない。レンダー。うわすごい。ガタガタだ。おいしょ。わー上り坂一気に登って一気にはい OK 止まらないね止まらないねゴーよいしょーすげー登れー登ってくれーね登らなーい登らない登らない大丈夫かーじゃあパワーではい行きましょうすぐにくっつければ大丈夫今からもう一周だけこれまだ練習だからねえおまだあるんだまだ練習、はい、もう一周だけオフロード練習したら、はい、ジャングル入ってきますおー来たジャングルそうジャングル入ってきてジャングルの道本当にガタガタずっとガタガタです、うん、もう平和な道あんまりない、うんうん、のでもう一周だけこのガタガタ練習してから本番に行きましょう、うん、はい、はい頑張ってよ。はい。この感じだったら大丈夫だから。はい。やったー。もしこの最後の一周で、はい、あーって道それちゃうようだったら、うちで飼ってるヤギのジャングルヤギツアーになるから。ヤギじゃなくて。ジャングルヤギツアーになっちゃう。頑張ろうね一周。はい。オッケー。じゃあエンジンかけてもう一周頑張りましょう。はい。はい。オッケー。よし。今の感じで全然大丈夫だから。はい。オッケー。出発。出発。おー。バギー1台分の狭さの難度があるから気をつけてね、はい、この人数で帰ってきますよはいはい減らないように減らないようにたまに増えることあるけど、まあ、増える増えるたまに増えるんだけど怖いジャングルだから減らないようにしてもらえば大丈夫ですはい、はい、オッケーオッケーいけそうですかはい行きます生きて帰ろうな帰ろう生きて帰ろうお願いね、はい、母ちゃんがいなくなるかもしれないやだそんなGoogle マップで帰ってくれば便利な世の中だじゃあ
きますか。はい、はい、OK、頑張りますよ。はい、じゃあシャトルツアー出発、レッツゴー、ジャンゴー、おー、ジャンゴ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 ー、チョウチョがいる、おー、チョウチョいるよ、おー、あー、チョウチョ、チョウチョ飛んでる、涼しい、探しましょう。じゃあ行きますか。はい、オッケー、エンジンかける、おい、出発、出発、おー、どこだ、一問だ、なんかカラフル、葉っぱがカラフルだ、探さないと妖精を、はい、あー、妖精はどこだ、心が綺麗なら見えるはずなんだ、うん、
丈夫かな。あかんな。あれあかんな。車がもう。OK。バギーチェンジしていいですか。よし。ここから木のトンネルに入ってくる。お。めっちゃいい感じ、気持ちいいから。はい。楽しみ。風を感じながら行こう。はい。風を感じながら。出発。わあ、ちょっとで結構進む、こっち。気持ちいい、涼しい。いや、いいね、日差しがね。葉っぱが黄緑になって、いい感じ、蝶々も飛んでるわ。おー、あ、びっくり。妖精だ。また見えた。あ、ここに。あ、いる。いる。いる。長いか、エンジン来てるで、プルプルタイムしよう。はーい。親指ちょっとね。親指、指あります。取れてない。大丈夫。大丈夫です。大丈夫だ。見えてるの、また。見えてる。え、さくちゃんは？だからが見えない。見えないの。赤いのがぼやっとしか見えないの。じゃあこの木は何の木でしょう。え？これがガジュマル？ガジュマルかな。素晴らしい。これがガジュマルなんだ。そう、これガジュマルね。でっか。でっかいよね。じゃあ何歳だと思いますか。これで？うん。もう適当でもいいよ、全然。50。50歳でました。80。はい、ピタリ賞がいます。え、キツネさん正解です。80。ピタリ賞です。約ね、約80歳ぐらい。そう、この大きさ覚えておいてくださいね。へえ。これで80。そう、これで80。今から200歳のやつに会える。200。めちゃでかい、めちゃでかい。めちゃでかい。めちゃくちゃでかいので楽しみにしてて。楽しみ。ガジュマルって幸せを呼ぶ木って言われてるぐらいとてもいい木。すごくいい木なんですね。多い幸せの木って書いて、多幸の木とも呼ばれてる。しかも、これ、触ると、ガジュマル触ると、ストレスとか吸ってくれる。ガジュマル。で、いい木をこう入れてくれるよって言われてるんですけど、これまだ若いガジュマルだから、200歳のガジュマル触りに行こう。はい、行く行く行こう。へぇ、すごい。そこまで行くのに、めちゃくちゃ狭い道通る。今までで一番狭い。さらに木が倒れてる。危ない。しっかりしゃがんで。しゃがんで。しゃがまないとこちんってなっちゃうから。はい。はい。しっかりしゃがんでね。はい。OK。これは多分知らないと思うけど、沖縄ねまた恐竜住んでる。え、恐竜？沖縄。ジャングルだから。え、初めて会います。はい。今日会えたらラッキーかな。ラッキー。いるかな。でも食べられちゃうけどね。やだ。食べられちゃうけど。やだ。肉食か。肉食です。やばい。今ガイドさん一人帰ってきてないから。やばい。やばい。はい。確かに。キジムナ頼む。頼んます。頼むで、キジムナ。守られないから食べられるから。勝手に逃げてね。そんな。はい。はい。バイバイ。またね。行くぞ。行くぞ。ガジュマル、ガジュマル。え、どこ？白いやつ？青筋アゲハ。白しか見れんかった。見えへんかった。見えへんかった。なんでや。
突き破られてる。あーあーなんかちっちゃいのいる。ちっちゃいのいる。ちっちゃいのいるよ。あれ爪痕と。あ大きいな。大きいな。沖縄だな。あ大きいな沖縄だな。ガタガタの道を進むのだ。パパパパパ。あうあうあうオッケー。はい。できてます。できてます。なんかすごい。すごいね遊具がある。これ200歳の。でっきゃ。このでっかいのが。すごい。200歳のガジュマルですよ。すげえ。長っ。こっから奥まであっちの端まで1個のガジュマルさん。めっちゃでかいでしょ。広。でかい。めっちゃでかい。横幅がすごい。ねすごいある。めちゃくちゃすごいです。ね、おで本当に触ってね。いっぱい息をもらってください。イエーイ。あ気持ちいいでもなんか。つるつる。触り心地がとても良き。とてもいいです。ちなみに。見えてますか？え、滲むの？あれ見えなくなっちゃった。あれもしかして見えなくなった？心が。やばい嘘。この間に？めっちゃいいとこ来てるのに。なんか滲むのはどこだ？嫌いなものおなららしい。え、おならと鶏だって。鶏。好きならダメじゃん。ね。ダメか。どこ行ったんだろう？どこだ？今まで見えてたじゃないか。本当だよ。今まで、ね、あんなに赤かったのに。こっちとかいる？全然違う。全然違う。もしかして見えてる？こうやったね。さきちゃん見えてる。ね、何？あ、見た。見た。本当。あれだったか。ここは綺麗だった。これ綺麗だった。よかった。休憩タイム。休憩タイム。お、三品茶。三品茶だ。あ、美味しい三品茶。じゃあここでサメちゃんとあ、はい。この上から出ているこのもずくのやつ、ね、これ何ですか？マジマルの何かです。え、髪の毛。髪の毛なんだ、確かになんだろうね、これなんなんだ、これは毛にしか見えない。そう、毛にしか見えない。毛って言ったらね、毛にしか見えないけど、そう、革地もないし、マジマルの何かです。なんなんだ、マジマルの何か。なんかこういうのは切ってたら根っこだけど、根っこは下っしょ。あえ根っこ、正解です。根っこ、根っこです。当たらないよ、ね、これ根っこなの。ガジュマルは上にあるの。そう、上から根っこを垂らしてきます。でこれまさにこれ絡まりながら下まで行っている途中、これ隣の子とかとこの細い一本一本が風の力を借りてこうやって絡まっていく。で絡まりながら下まで行ってしっかり根を張ったら、今度自分で樹脂っていうのを出してくっついていく。これになっていく。そうやって広がって、なるほど、自分で自分を支えてる。あの沖縄とか台風が多いから倒れないように自分で分かってて、こうやって支えてる。さらにまだ絡まりながらこうやって太くなってくる。これも元は根っこ。そう、根なんですよ。すごくない？だからなんかこんな細いのがこう重なってる感じになってるんだね。ね、重なってる感じね。ぐる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 なってるんだ。ね、すごいよね。すごい。すごい。すごいのガジュマル。しかもガジュマルって歩く木。歩く。歩いてる。え、動く。動く。場所を変えていく。意味わかんないよね。意味わかんないし。生きてる。夜こうやって、こうやって歩いてるわけじゃなくて、うん、ちょっとずつね、あの場所をこう移動していく。人間と同じで、こう。代々受け継がれていくんだけど、じゃあこのガジュマルの本体はどれでしょう？本体、そこじゃないのかな。どれだ？今こっちに来てるもんね。一番奥のやつ？奥？あの奥の。あっち？そうそう。隙間から見える。そう、隙間から見える。あの奥のやつじゃない？あれ？そう。あれが本体。うわ、じゃあめっちゃ前に来てるね。で、ね、奥のやつは約300歳ぐらいかなって言ってて、手前のやつは200歳で、で後ろの子と前の子は絶対どっかでつながってる。で自分の栄養を後ろの子は今前の子にあげてる。だからいずれ枯れちゃう、でなくなっちゃうんです。だから移動する。なるほど。で今度この200歳のガジュマルが本体になっていく。でまたこれが下に降りてってみたいな。で、多分この辺だよね、まとまっているから。このバギーが走ってきて、ここが本体が来ちゃう。数百年後。
お仕事なくなっちゃう。本当。200年後ぐらい。200年後ぐらいに。200年後削除お仕事なくなっちゃう。なくなっちゃいます。ね、ルート変更にして。就活始めるね。200歳まで頑張っていけるから。また来てね。また来ます。200年後に。どうなっているか。反対が本当に。ええー、すごい。来てね。確認して。確認見て。めっちゃ。すごエネルギー感じてる根っこから吸ってる吸ってるし生命力もそう生命力吸っていくこれ大丈夫バカジマル強いからチューチューチューバカジマルっていう名前は、うん、こうカラマルっていうあカラマルバジマルカラマルカラマルガジマルっていうだったっていうちょっと強引だったカラマルガジマルそういう説もある本当にカラマルガジマルカラマルガジマルあとこの強いから風から守るあー風丸、風守る、うん、ガジュマル、ほえー、そういう説もある。すごっ。ガジュマルはそのさっき歩くって言ったけど、うん、一説によると、うん、海に向かって、海に行きたいのか。本当にあっち海なのか。海なのか、海までの距離あと何千年とかかな。ねえ。何千年も。見に行こう。見に行こう。何千年後。海に行ったガジュマルを。海に肩突っ込んでるガジュマルを。これが海だよ。これが海だよ。はい、行きましょう。ちょっと休ませた。大丈夫です。大丈夫です。はい。ガッチガチガチ行きましょう。はい。ガタガタ下り。はい。気をつけて。はい。行きまーす。レッツゴー。わー。ヘルメットもガタガタだぜ。あー。あ。いる。ヘルメットグラグラで、あー取れた取れたついに取れたついに取れたオッケーレッツゴーおーちょ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 おーちょ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 がいいバナナこれバナナえバナナバナナちっちゃいのあの赤いやつ花花の天ぷらにすると美味しい食べられるんだ食べられるその上にちっちゃい青いバナナがあれかあ確かにバナナだあれ島バナナ沖縄のバナナです食べたことはないですか普通のバナナと味違うちょっと違うんだ酸味がちょっとあって、うん、もちもちしてるもちもち食べるともちもちしてるんだけど、うん、食べてみたい買うとね結構いいお値段する、いいお値段するのでここ食べ放題まだ青い食べ放題まだ青いまだちっちゃい夏ぐらいとかになったらめっちゃなってくると思うから、うん、食べに来た食べ放題ですいやいいな食べたい食べなかった我慢の時ねはいレンジかけてはいレンジャーおーちょ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 とってもちょちょあ、むしろ鼻にふっふっふっおーなんかなってるなんか実がなってる実がなんの実だあれは赤い実がなっている縮むな、飲みかあ、いた左にあ、縮むなこんなとこにも右の草、左の草前は咲くダジャレブーンあ、いた右見ろあ、いたいるぞ縮むな、いた熱いから、水浴びに来たのかなヒルナーさん果物がなんかなってるなってるこれは何東南アジアの人はあれを紙タバコみたいにうんタバコみたいになってタバコへぇ、ね、ちょっと中毒でなんか毒だから食べちゃダメよ毒なんだあんなに可愛いの美味しそうだけどめっちゃ美味しそうお味見あうえヤギあヤギヤギ落ちみたーヤギ、かわいい沖縄のヤギさんってサイズがちっちゃいいいサイズかちっちゃいね沖縄の人ってヤギ食べる文化あるえ
ねえ。そうなんだ。もうヤギさんの前で言うのもちょっと酷なんですけど。ヤギは食べてないですか？沖縄来て食べてないですか？食べてない。あのヤギ汁とかね、ヤギ刺しとか。ヤギ刺し。ヤギ刺しが食べやすいかな。と思うお酒ちゃん。刺身？刺身。お刺身。お刺身。食べてみた。ぜひ。食べてみた。体にめちゃくちゃいい。ヤギはめちゃくちゃ体にいいので。で最後上り坂ね。はい。気に上りますよ。はい。止まらなければ大丈夫だから。うん、はい。頑張りましょうか。はい。はい。一時はどうなることかと、ね、帰ってこれてよかったです。ありがとうございました。楽しかったです。めっちゃ楽しかった。いや楽しいですね、バギー。いいな、気持ちいい、ね、気持ちよかった。すごく今日風もなんかそういい感じに吹いてて涼しくね。いやーよかった。やったー、よかった。やったー、晴れてるしね。確かにそう、ね、いつも晴れてる。ロケ中だいたい雨なん。そうなんですね。雨女。そう、雨羊。雨羊。晴れ羊になったね。ね。やったー。めでとうめでとう、沖縄。ガジュマルパワーか。ガジュマルパワーや、これが。絶対そうだよ。やったー。またじゃあ、バナナ食べに来て。はい、バナナ食べたい。バナナを。ね。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。角巻渡のハバナイステイン。いやー。おー。バギー、どうだった？めっちゃ良かった。ね。すっごい楽しかった。楽しかったね。もう一周したいぐらいだもんね。ねえ。すっげえよかった。ガジュマール、ガジュマールって思いながらさ。あ、お？ガジュマールよ。ガジュマールよ。ガジュマール屋さんが。いやー、すごいガジュマールがいたね。そうだね。ねえ、200歳の。でかかったね。あと、サクちゃん、うまいね。うまいね、やっぱね。うん。ね、盛り上げ方は分かってらっしゃる。さすが。ベビテランさんです。勉強になりました。いやー、めっちゃ勉強になりましたね。ねえ。ガジュマルは動くんだぜ、みんな。ねえ。ねえ、歩いていくんだぜ。海に向かって。そう、海に向かって、最後はどうなっちまうのか。神秘的だよ。ほんとだよ。映画みたい。ねえ。いいな、感動の BGM とともに、ガジュマルが動くの。ガジュマルは行く。ガジュマルは行く。あの海を目指して。かっこよ。あ、でもどうでしたか、バギーは。もうヘルメットがなんか大変なことになってたから。そうだね、ヘルメット大変なことになってたね。渡辺の運転やばいんじゃないかって思われるんじゃないかなって。多分ね、グワングワンしてね。ね。酔いそうな感じだったかと思うんだけども。実際はすごい上手でしたよって。あ、まあまあね、安全運転でしたね。うん。そう、安全運転だったかな。上手でしたよって。そうそう。多分。上手でしたよ。上手、上手。上手でしたね。言わせためちゃめちゃ楽しかったんだけど、何回かさ、坂があったんだけど、坂全部一人で登れなくてさ。ねえ。そう。なんか、詰まってたね。そうなんだよね。もうちょっと、渡辺との車間開けて一気に登ればよかったなと思って。確かに。そう。引き寄せられちゃったのかな。引き寄せられてしまったね。助けて。いや、可愛かったけどね。助けてくれーって。ジムナーも見ましたしね。あ、ねえ。ねえ。結局あれ何体だったんだろうね。5、6ジムナーぐらいいたんじゃない？ねえ。ねえ、5、6はいた気がする。ちゃんと壁あるからさ。壁ジムナー。なんか達成感。確かに。欲しいな。確かに。隠れ壁ジムナーがいた可能性がある。ね。我々には見えなかった壁ジムナーがいるかもしれない。いるかもしれない。ってことは我々の心はちょっと汚れてるってこと？やっぱ悪い羊だから。さあ！この後ですね。今直してきた。はい、もうこの後？まだあるんですよ。あ、まだあるんですか？まだあるん
ですよ。もうだってもうバギーでだいぶね、疲れましたけど。疲れちゃった？お腹もちょっと空いてきたし。じゃあご飯、なんか食べに行きますか。あ、ほんとに、うん、行く行く行く、お腹すいた。じゃあなんか行こう。ヤギ、ヤギ、ヤギあるのかな。ヤギはないか。やった、探してみっか。ご飯食べましょう。おーおー、いや、マジで怖い、ほんと怖い。いいぞ、持ってやれ。あ、そばちゃんみたいな話してる。じゅんばん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 。どうもどうも、ちょっと寝るね。DM